松島はその風景を眺め、島々の美しさに見とれていると、この地が古くからの霊場であることを忘れがちだ。遊覧船からの島々の眺めからだけでは見えない歴史がここかしこにある。JR 線の松島海岸駅の正面を海に向かいそのまま進むと、お島に行き着く。この島に一歩足を踏み入れれば、この地が古くからの霊場であることは一目瞭然だ。伊達家と松島とのつながりは、伊達政宗が関ヶ原の戦いが終わった後、1600年に仙台に地府を定め、仙台城の造営と合わせて1604年に瑞巌寺の造営を行ったことに始まる。要塞を紀州熊野山中から切り出し、海上をいかだに組んで運び、名工130名を招き寄せて造営されたと伝えられる。この瑞巌寺は、政宗が徳川と事を構え、敗れた場合の爪の城であったと言われたりしているが、それは定かではない。しかし、この瑞巌寺の造営には、政宗は特段の思い入れがあったようで、政宗自身が縄張りを行ったとも言われている。その後、この瑞巌寺を中心に、伊達光宗の廟の他に、政宗正室の八乙訓女御姫や、長女のいろは姫の廟が置かれ、松島は伊達家の霊場として保護されるようになった。伊達光宗は1627年、伊達忠宗と池田輝政の娘で徳川秀忠の養女となっていた栗姫との間に生まれた。栗姫が忠宗に嫁いだ時期は1615年の大阪夏の陣で豊臣氏が滅亡し、徳川の天下とはなっていたが、まだまだ流動的で、1616年、徳川家康が亡くなり、伊達政宗の長女、いろは姫の娘婿である、松平忠輝が改易された折には、政宗が謀反を起こすといった噂が流れ、幕府や西国大名たちは、出陣の準備をしたほどだった。伊達政宗に、天下への野望はあったのかと考えるとき、それを直接的に証明するものは、当然のことながら何もないが、大阪の陣の成り行き、将軍家相続をめぐる内紛次第では動き出すことは十分にあったと思われる。山城である仙台城の構えは、広瀬川と辰野口渓谷の断崖に守られた天然の要害で、さらに高い石垣を配した堅固な造りである。近世においては、市勢の城が多い中で、これは明らかに戦いを意識した城と思われる。広瀬川を外堀とし、北の大手口は急斜面と高い石垣が守り、東は広瀬川の断崖、南は辰野口渓谷の断崖絶壁と、自然の地形を巧みに生かしている。ビスカイの推して、日本の最も優れ、また、最も堅固なるものの一つ、と言わしめるほど、飛ぶ時代に、比類ない堅城だった。やはり、政宗は、天下への野望を持ち、この城を作ったものと考えられる。しかし、慎重に機会を伺う中で、天下太平を願う時代の流れの中で、とりあえずの伊達家安泰のための策を講じながら、結果として、
徳川の天下に飲み込まれていったようだ。政宗の謀反も噂された長女いろは姫の娘婿松平忠輝の改易の翌年には、二代将軍徳川秀忠は池田輝政の娘栗姫を養女として政宗の嫡子の忠宗との婚礼を進める。これは政宗にとっても伊達家安泰のためのとりあえずの策としては歓迎するものだったと思う。この3年後の1620年、政宗の命により、1613年、石巻の月の浦を出航し、ヨーロッパに渡っていた葉桜常長が帰ってきた。しかし、すでに、秀忠の下で、禁止短禁令は徹底されており、常長の帰国したこの年には、仙台藩でも、ポルトガルの宣教師ほか8名が、仙台城の大橋のたもとの水楼で殉教した。しかしそれでも仙台藩のキリシタニへの対応はまだまだ寛容なもので、葉桜常長はもちろん伊達家中にはキリスト教へ帰依している者が多く、政宗の正室の女子姫や長女のいろは姫、また伊達光宗もキリシタンだったのではないかとも言われている。政宗がキリスト教の教えそのものに関心があったとは思えないが、灌漑技術や鉱山技術、造船技術などには強い関心を持っていたものと思う。また何よりもキリシタンの持つ製鉄技術は政宗の野望にとっても重要なものであり、岩手県藤沢町の大籠や宮城県東和町の老野河原では多くのキリシタンが製鉄に携わっていた。このような時期に伊達藩にとっても、またおそらくは政宗の野望にとっても衝撃的な事態が起きた。山形最上藩の改易だ。最上義明はすでに1614年に没しており、その後は次男の最上家親が継いでいったが、長男の義康が暗殺され、また三男の清水義親も大阪の陣の際に謀反の疑いで家親が攻め滅ぼしており、内紛が続いていた。その家近も1617年には没し、その子義俊が若年で後を継いだが、結局その内紛を理由に改易された。山形最上藩は57万石の大藩であり、土佐間とはいえその藩祖最上義明は関ヶ原の戦いの折にはいち早く徳川家康につき、上杉勢と果敢に戦い、家康の心も熱いものがあった。また、二代目の最上家親も、早くから徳川秀忠の近くに仕え、伊達家以上に徳川家とは近い関係だった。それが改易されたのだ。その後、出羽は徳川の親藩、譜代、天領で分割され、またその翌年には徳川家光が三代将軍となった。おそらくは政宗の天下への野望はこの時期についえたものと思う。後に1628年、政宗が徳川秀忠を仙台藩江戸屋敷に招待して供応しており、政宗自らが秀忠の前に膳を運んだ。その時秀忠の側近が政宗に毒味を求めたという。その時政宗は10年前なら将軍を殺すこともあったかもしれないが、その時でも毒などは使わず馬で乗り寄せ、
人槍交えて戦おうとしただろう、と激怒したという。しかしながら、この同じ1628年に、政宗は隠居所として、一国一条例の中、若林城を築いている。この城は、幕府への届け出は屋敷、となっていたが、天守閣こそないが、水堀と高い土塁に囲まれた、堂々たる平城だった。この城こそ、山形最上藩の改易に対する、政宗の、おめおめ改易はされない、との強い意思表示だったろうと思う。これに対して、幕府は、政宗を咎めることはなく、1630年に3歳で正室となった伊達光宗に対し、叔父にあたる徳川家光は、光、の字を与えた。家光の時代の幕府は、すでに確固としたものとなり、その体制の中で、次々と、戸狭間大名を中心に改易が進められる武断政治の時代だった。1632年には熊本加藤藩、1634年には松山蒲生藩が改易された。政宗は、亡くなる前に、仙台城は、山城で、平和な世の治世には適さぬとして、自分の死後は平城へ移ることを勧め、また、若林城の死後の廃棄を命じ、また、徳川家と良好な関係を築くことを言い残した。そして、大宇の英雄伊達政宗は、1636年、波乱の人生に幕を閉じた。伊達忠宗は、政宗の遺言を守り、若林城を廃棄し、仙台城の山麓に二の丸を築造し、ここを治世の場にした。徳川家とは、良好な関係を保ちながら、治世の名君、と評されるほどに、仙台藩の地位と基盤固めに努めた。忠宗は、徳川との融和策を取っていたが、戸狭間の大半として気が抜けない日々だったろうと推測できる。しかし、伊達政宗の死後、将軍、家光の思いとは別に、幕府は強大な経済力と軍事力を有する伊達藩の力を削ごうとする動きに出てくる。1620年にすでに行われたキリシタンの再度の徹底した取り締まりを求めてきた。伊達藩は、そのキリシタンが持つ製鉄技術を温存するために、岩手県藤沢町の大籠村や、宮城県東和町の老野川原村の製鉄地域のキリシタンには、見て見ぬふりをしていたようだ。しかし、幕府の要求は厳しく、政宗亡き後の仙台藩は、それに抗うことはできなかった。1639年から翌年にかけて、徹底したキリシタンの取り締まりが行われ、老野川原村や、隣の大籠村で、300人以上の殉教者が出た。それでも、伊達藩は、製鉄を保護する目的で、製鉄の中心的な存在の、銅や八人衆を保護し、製鉄を続けさせたが、さらなる幕府の要求により、キリシタンは捕らえられ、結局、仙台藩の組織的な製鉄業は壊滅した。政宗没後も、戸狭間大名の改易は続き、1640年には讃岐高松藩が、1642年には越後村上藩が、1643年には会津加藤藩が改易された。そして1645年に、伊達光宗が19歳の若さで急死した。光宗は、仙台藩二代藩主の忠宗と、
徳川秀忠養女振姫との間に、その次男として江戸で生まれたが、兄の虎千代は、光宗が3歳の時に亡くなったため、早くから伊達家の嫡男として育てられた。光宗は、将軍家光の甥にあたり、また、幼少の頃より文武に優れ、性格は豪気で、伊達政宗の再来と言われ、仙台藩の三大藩主として期待されていた。この光宗の急死には、当初から毒殺説があり、外様大名から名君が出ることを幕府が警戒し恐れ、毒殺されたという説が強くあるが、もちろんそれが真実かどうかは確かめようもない。忠宗と振姫の悲しみはいかばかり深かったのか、忠宗は、光宗が江戸で農業の館として使用していた建物を海路で運び、この地に移築し、大師邸と名付けた。また、その死の翌年、光宗の廟として、この参詣殿を建立した。この参詣殿には、忠宗と振姫の悲しみはもちろん、その憤りも伺える気がする。この参詣殿の作りは斬新であり、ある意味では、当時の幕府に対して挑戦的とも見え、そこに、忠宗の思いがあるのではないかと思われる。玉屋には、光宗の厨子が置かれ、その中には、白馬にまたがる維管束帯の光宗の像が祀られている。様式は桃山様式だが、厨子には、金色鮮やかに、長谷倉常長がローマより持ち帰った日本最古の洋柄の絵が、また、随所にキリシタンに通じる百合を描いている。時代が完全に鎖国に入っていたこの時期、またキリシタン禁令がくまなく行き渡ったこの時代に、これは忠宗と振姫の幕府に対する怒りの表れではないかと思う。幕府に対しては、伊達家の霊廟と申し立て、その扉を開けることはなかったと言われており、そのため、3世紀半もの間、公開されずに現代に至ったものだ。忠宗は、光宗の死後の4年目の1649年、幕府に願い出て、徳川家康を祀る仙台東照宮の造営をはじめ、東照宮は1654年に完成した。これが、光宗の死を受けての、仙台藩主としての悲憤の選択だったのだろう。その後、忠宗は、側室である、櫛毛氏の子、伊達綱宗を後継とした。しかし、櫛毛氏は、その姉が、後妻天皇の生母であったため、天皇と綱宗は、いとこの関係になり、重臣の中には、幕府から睨まれる、と危惧していた者もいたという。事実その後、忠宗の後を継いだ綱宗は、21歳の若さで強制的に隠居させられ、これが漢文事件へとつながっていく。松島は、その風景を眺め、島々の美しさに見とれていると、この地が古くからの霊場であることを忘れがちだ。
遊覧船からの島々の眺めからだけでは見えない歴史がここかしこにある。JR 線の松島海岸駅の正面を海に向かいそのまま進むと、お島に行き着く。この島に一歩足を踏み入れれば、この地が古くからの霊場であることは一目瞭然だ。伊達家と松島とのつながりは、伊達政宗が関ヶ原の戦いが終わった後、1600年に仙台に地府を定め、仙台城の造営と合わせて、1604年に瑞巌寺の造営を行ったことに始まる。要塞を紀州熊野山中から切り出し、海上をいかだに組んで運び、名工130名を招き寄せて造営されたと伝えられる。